それでは今日教えていただくのはこちら、きんぴらごぼうのちらし寿司です。はい、そうです。あのね、常備菜のこのきんぴらごぼうすごく大活躍なんですけれども、残ったきんぴらごぼうを炊き込みご飯にするっていうのはよくあるんですけれども、今日ね、はい、これをちらし寿司にしたいと思います。そしてね、4月から弁当作りがスタートしたっていうお母さん方も多いと思うので、もう一品きんぴらごぼうをお弁当のおかずにアレンジしたいと思います。きっとね、今日これ見ていただくと今夜きんぴらごぼうが作りたくなるはずです。はい、はいはい、それでは早速きんぴらごぼうのちらし寿司の材料からご紹介です。材料は2人分です。きんぴらごぼう 150g、 温かいご飯1合分、合わせ酢は酢大さじ2、砂糖大さじ1、塩小さじ1/2、錦糸卵、卵1個分、絹さや3本です。はい、では作っていきますよ。はい、きんぴらごぼう、さっき玉谷さんが、ね、言ってごぼう買ってきんぴらごぼう作った後、残ったごぼうが使い切れないっていう出たんだけど、せっかくならもう全部きんぴらごぼう作っちゃう、もうたくさん作っちゃうんですね。たくさん作っちゃって、はい、数日冷蔵庫保存で、ね、食べられますし、はい、冷凍保存もできるんです。冷凍もできるので、はい、弁当に一品、ね、増やすときにもおすすめですよね。はい、今日は、ね、これ150g たっぷり使いたいと思います。そうですね、たっぷりですね。そして錦糸卵を作っておきます。はい、卵1個分です。薄焼きに塩少し加えて薄焼き卵を作って千切りにしてください。それが面倒くさいという方は入り卵でもいいと思います。入り卵でもいいんですね。いいとも、彩りに、ね、添えたいと思いますよ。うん、はい、そして緑を添えますね。今日は絹さやを準備しました。はい、熱湯でさっと茹でて湯がいて、千切りにしておきます。うん、もう少しするとインゲンも出てくるので、はい、緑を添えてください。はい、じゃあ、合わせ酢作りますよ。はい、今日はねお酢が大さじ2に対して、はい、砂糖が大さじ1杯大さじ1、はい、それに塩小さじ1/2です。うん、甘い、ね、酢飯が好きな方は、はい、もう少し砂糖を増やしてもいいですし、私はちょっと酢が効いてる方が好きなので、うん、この分量になっています。参考にしてくださいね。はい、ここはお好みでちょうどいいですね。はい、砂糖と塩が、ね、固まっているのでよく混ぜましょう。はいはい、あの市販で売ってるありますね、酢飯の素を。そうそう、酢の、ね、酢が売ってるんですけれども、はい、あれ使い切れずに困ってらっしゃる方、そうですね、酢のものにも使えます。はいはい、でも一回ずつこうやって作った方が、ね、そうですね、材料も無駄なくいいですよね。うん、家にある調味料でできますね。そうそうそう。さあ、温かいご飯に酢を加えてよく混ぜていきます。はい、これで酢飯を作りますよ。温かいご飯に混ぜることでツヤのある美味しい酢飯ができます。なるべく温かいご飯で作るのがポイントなんですね。そうですね、冷やご飯よりは、はいはい、熱々のご飯がおすすめです。はい、2人はどうですか。自炊は一人暮らしですよね。はい、頑張っています。頑張ってます、いいことです。ですが教えていただきたいです。最近サボりがち。サボりがち。なんかこのコーナーでね、あの一品でもなんか家で作りたくなるようなレシピ、はい、私も考えていきたいと思います。はい、さあ酢飯ができました。ここにきんぴらごぼうを入れます。はい、たっぷり入ります。あ、もうどっさりですね。私このちらし寿司が大好きで、そのためにきんぴらごぼうを作るぐらい。きんぴらごぼうを作るのはちらし寿司のためなんですね。そう。あ、でもこうやって見るとご飯に対して結構分量多いですね。多いですよね。でこんにゃく入れる方もいると思うんですけれども、はい、今日はごぼうと人参とシンプルに、はい、お酒と醤油とお砂糖できんぴらごぼうを作っています。ちょっとごまをね入れてあるので風味もいいですよ。本当に混ぜるだけでいいんですね。そう、混ぜるだけでいいです。あの、あとはね、お惣菜できんぴらごぼう売ってるので、はい、そういうものを混ぜていただいてもいいかもしれません。さあ盛り付けていきますよ。もう完成なんですね。はい、完成です。あっという間ですね。はい、お皿に盛り付けて。ちらし寿司って難しいイメージだったんですけど。そうですね、具材さえ作れば、あとは混ぜるだけなので、ハードルはそんなに高くないんじゃないかと思います。
錦糸卵、色も綺麗になってきましたね。そうそうそう、あの桜伝舞とかね、そういうものをかけても春らしくていいかもしれません。色はい、いろいろ工夫ですね。あとは稲荷の皮に入れて稲荷寿司にしてもいいですよね。もういろんなアレンジがありますね。はい、これで出来上がりです。はい、そしてもう一品お弁当のおかずにおすすめです。はい、あのきんぴらごぼう自体もお弁当におすすめなんですけど、それをさらにアレンジしたいと思います。はい、こちらです。生姜焼き用の薄切りのロース肉に 下準備、あの塩コショウを振っておいて下味をつけて、それに、きんぴらごぼうを巻く。で、あとはフライパンで色よく焼いていただいたら、こんな感じで、あの切った感じも綺麗でお弁当にはすごく人気ですね。ぜひお試しください。はい。